キムさん、八神さん、どうしたのそんなに慌てて。待てがる！うわ、来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか。葛西さん。あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？ふん、宝は持ち去れって強盗か。まあ、あんたの場合あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ、タイヤ引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るった社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。チクショウ、優等生野郎が。とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おとといきやがれ。バーカ、そりゃ追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。キムさん大丈夫？八神さん、
ありがとうございます。でもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。ああそれもそうか。八神さん、すみません。私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。景品同盟とか言ってたが、何者なの？最近、カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつら、すごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい。みんなあいつらには困ってます。この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。それをキムさんがかばってやったわけだ。店長として当然のことです。八神さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。まあ一応気をつけるよ。私ここにいますから、困ったことがあったら言ってください。